イキャスの人たちには聞こえてます。はい、では10枚です。アニーとホマレのチュルチュルランド。チュルチュルランドとは、天然パーマ協会会長アニーと副会長ホマレのテンパな2人がお送りするラジオです。この番組はミュージックフォーユアライフサードウェーブの提供でお送りします。はい、会長アニーでございます。副会長ホマレです。今週もやってまいりました。はい、やってました天然パーマ協会のチュルチュルランド。はい、今日もですね、楽しい30分をお送りしたいと思うんですが、うん、よろしくお願いします。なんとですね、お、今日はもう早速ですが、うん、はい、ゲストが来ております。お、拍手。イエイエイエイ。素敵なゲスト、うん、ギタリストの渡り鳥さんです、うん、イエーイ。こんばんは、渡り鳥と言います。イエイエイ。はい、こんばんは。ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、沖縄県内で、ギター一本で活動してます、渡り鳥と言います。お、はい、いや、素晴らしいんですよ、うん、実はね、うん、渡り鳥さん、うん、僕の大学の後輩なんですよ。ほうほうほう、なるほどね。そう、ほうほう。で、最近ね、いろいろ、お互い、まあ、Facebook とか SNS で、うんうん、まあ、お互いの活動を知っていて、それで久しぶりに連絡を取り合って、うん、お、じゃあラジオゲストで来てよ、うん、みたいな感じで、あ、そこから今日 の、 あのラジオゲストにつながったのね。そう、そう。で、実は結構ね、めちゃくちゃ久しぶりに会う、うん、そうですね。あ、どれくらいぶり？僕は大学ぶりだからもう10年ぐらい。あ、じゃあ相当だね、うん、相当。へでもね、そうそう、お互いなんか SNS で見てるからそんなにあれだけどね、うんうん、そう、彼はですね、お、ギター一本で、うん、もうオリジナルソングを、うん、弾いてるんですけど、うん、最近ね、いろいろミュージックビデオとかも出してますよね。出してます。お、そう、もうミュージックビデオ何本出してるんですか。ミュージックビデオは一応今のところ2本。お、うん、はい、なるほどね。ラジオを聞いてる方はね、声だけなんだけど、まあ、声だけでも優しそうな、ね、声だと思うんだけど、ツイキャス見てる人はね、映像も見れてるんだけど、どういった歌なのかなっていうのは確かに興味あるけどね、どういう歌声で歌われるのかなみたいなね。歌じゃない、歌じゃない、うん、あ、そうか、音楽か、そうか、そうか、そうか、ギターだ、ギターの音だけで。そうです。そうか、そうか、まあ、ギターの歌って言えば、まあ、歌ですけど、まあね、あ、何そのドヤ顔してんの今。すんげえドヤ来たけど今。違うの。そうそうだよね。しかもドヤ映らへんからね、ラジオにはね。そうそうそう。ツイキャスに映ってるからいるけどね。うん、そうかそうか。あのね。お、大塚健二さんからコメントを来ております。はい、こんばんは、埼玉からツイキャスで見てます。はい、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。大塚健二さんはですね、埼玉の天然パーマの支部長です。天然パーマ協会の支部長。支部長もいらっしゃるんです。そうです。埼玉にいますね。埼玉。もう今日はね、チュルチュルランド天然パーマのラジオに、うん、なんで俺が呼ばれてんのって思ってるかもしれないですね。まあでもちょっとね、渡辺さんもちょっとクセッケだよね、まあ、だいぶあると思いますね。はい、クセッケだよね、はい、テンパとクセ毛の違いって分かります？一緒じゃないですか。一緒じゃないんですよ。何ですか会長。え、天然パーマと、あ、何度で言う、あ、なんかホマレさんがいつも言ってるのは、うん、根元からか根元からじゃないかといつも彼がおっしゃっています。そうなんです。それはホマレさん持論というか、まあそうですね、僕の勝手な持論です、うんうん、まあ、細かく言えば違うと思うけど、まあまあとりあえずまあそういう、まあ、ニュアンス的には確かにそうかなと。癖毛は毛先かなみたいな、うんうん、どっちかっていうと。大塚健二さんからね、はい、来てますよ。渡り鳥さんはなんで渡りさんにしたんですかと。あ、これ結構まあ聞かれると僕も気になったから、ちょうどいい質問だった。ありがとうございます。いい質問ですね、はい、大塚さんさすが。まああれなんです、本名が渡る、うん、それだけです。あ、そうな、はい、いいの、それでもなんかそのもうちょっとこうなんか付け足してもよかったんだよ。なんか渡るもしない。いつもこうなんですよ。ああ、はい、渡るだから、まあ、確かに渡るだから渡り鳥なのか、うん、別にこの日本全国に届けていこうみたいないうニュアンスも付け足していいんだよ。大丈夫。これでいきます。そうだね、いいね、世界届けみたいな、ね、渡り鳥のようにとかはない。
渡るさんだから渡る鳥なんですね。そうです。あ、なるほどね。で今ツイキャスの方にはあの渡る鳥さんのこれ、うん、チャンネルかな、サイトかホームページサイト載ってるのでね、はい、興味の方はぜひ見てください。そうで、うん、僕大学の後輩なんですが、彼は、うん、実はめちゃくちゃパンクだったんですよ、うん、パンクとかヘビメタとかやってたの。出ましたね。だから結構ゴリゴリのエレキギターで、うん、もうめちゃくちゃもうシャウトするみたいな、はい、ギターもです、ね、何本かライブ中に折ったりとか、やっちゃった感じ、はい、結構がゴリゴリのやつですね。結構ゴリゴリで めっちゃはっちゃけてたんでね、だけど最近はうん、アコースティックギターっていうものがあるじゃないですか、まあ、ありますね、うん、それはそれではなく、うんうん、さらにアコースティックギターの兄弟みたいなのでガットギターっていうのがあるんですよ。ガットギターそう、ナイロン弦でポロロンって音が鳴る、ほうほうほう、ガットギターってちょっと柔らかい感じの音がするんですけど、ははは、そのガットギターを駆使してそのガットギターで、うん、だけでオリジナルソングをね、うん、じゃあ音がちょっと柔らかいという感じかな。そうです、うん、あ、なるほどね。じゃあ偉い方向転換しましたね。そうなんです、そうなんです。この方向ガットギターは折ってはない。おるんかい。それもおるんかい。それもおるんかい。事故で。事故でね。事故でね。事故でね。まあ、折り方が違うんですよ。あ、なるほど、ね。ライブ中に、ライブ中におるか、事故でおる。そうそう、あ、だいぶ違うね。だいぶ違う。よかった、よかった。大切にしてます、すごい。あ、そうね、はい。そうか。そう、何がきっかけで、このパンクロックとかそういうジャンルから、うん、このジャンルに来たのかなっていうのがすごい気になって。あ、そうですね。まあ、簡単に言うと、バンドは複数でやるじゃないですか。確かに、はいはい、ソロギターは一人でやるじゃないですか。うんうん、まあ確かに。そうなんです。一人が好きで。ああ、なるほどね。そう。一人で海とか、うんうん、その山とか、うん、そういうとこで弾きたいなと思って、うんうん、まあ弾き始めたのがきっかけですね。ああ、はあはあはあ、なるほどね。フラフラと。ああ、じゃあその一人の時に自分のやりたいのこんな感じなのかなっていうところにたどり着いてきたって感じなんだ。なるほど、すごいね。でも逆に言うと、もっと遡って音楽をやろうと思ったきっかけとかがあれば、ああ、まあそうだね。それも聞いてみたいですね。ね、ぶっちゃけ言うと、うんうん、あんまり音楽興味なかったんですけど、うそうなの？そうです。まあなんていうかな、大人になってきてすごい良さを分かってきたというか。うん、じゃあそれまではなんとなく誘われてみたいな感じ。そうですね。あ、うん、ははなんかみんながやってるからとかっていう、ははは、まあ、母親がやってたんですよ。あ、最初。あ、そもそも入り口すごいね。そうです。お母さんギターやってたの？ギターやってて、お家にギターがあって、あ、まあ、いいね。はい、部活とか休みの日とかそういう時に弾いてました。あ、でもやっぱり好きじゃないといけないから、俺も家ずっとギターあったよ。うん、兄貴がやってきたんだけど、あ、あったんだ。ずっとあったけど、ほこりかぶったけどね、ずっと。あ、そう。同じ環境でもやっぱりもともとどっかで DNA 的になんか触りたくなるような環境だったのかもしれない。あるかもね。兄貴がそもそもほったらかしだったからね、さることないよね。あ、なるほどね。兄貴が弾いたらちょっと俺もってなったかもしれないけど。大塚さんが、え、母親、うん、ギター壊してた口なんですから。そうなってきちゃうよね。え、お母さんが。お母さんも壊す、パンクロックとか、うん、そういうヘビで、ね、いや、でもギターは確かに壊れてたような。あら、これは息子に言えない何かがあるかもしれないね。これね。壊し方は分かんないですけどね。ということでですね、うん、渡り鳥さんの曲、皆さん聴いてみたくないですか？珍しい、今日音楽流す。そうなんですよ。聴きたい聴きたい。初のですね、うん、初だよね。初のゲストの音楽を鳴らすということでですね、チュルチュルランドはいろんな方向に、ね、柔軟性があります。そうね、ということです。はい、ということで曲紹介をお願いしていいですか？はい、渡り鳥で白色は鐘の音という曲です。沖縄の太陽と平和の鐘を、イメージした曲になります。白色は鐘の音、聴いてください。
すごいっすね。めっちゃええやん。なにこれ、カフェとかで聞きたいわ、コーヒーとかなんかね。そうなんですよ、ランチしながら。しかも、今皆さん聞いた人とってもびっくりすると思うんですけど、うんうん、これギター1本で出してるんですよ、この音。これなんか重ね取りとかしてないの？してないよね。してる1本です。1本1本です。1本釣りです。一発釣りです。何お前おかしいね今の。何釣りって何やねん。バカにしてるのかお前ワドルさんのことは。してないです。後輩やからってしてないです。あの1本です。1本だけできるんだ。1本ですね。バカにしてるのかお前。じゃあお前からずっとバカにしてない。何やそれ1本とか。ちょっとやっぱり一本にこだわり、やっぱ一本にこだわりがあるんですよね。ありますね、確かに。あのガットギターっていうののこの音源をやっぱ聞いたら違うの、うん、俺でも素人目でも分かるわ。やっぱね、優しい音っていうか、やっぱギターを、まあ、僕ギタリストかの目線から言わせてもらうと、うん、やっぱギター一本で演奏できる人って、うんうん、すごく一音一音を大事に弾くんですよ。そうだよね。だってしくったらすぐ分かりますから。歌ってないもんね。そう、ここだけでね、そう完結してるからね。かかっちゃうんで、うん、なんかとってもやっぱりすごい繊細に繊細、うんうん、でそうだ、ね、一つ一つを大切に弾くっていうのはすごいテクニックがないとできないこと、ね。あれは大切にしてないってことよね。僕は大切大切にしてますよ。僕だってね。ほんまあれは全然大切に繊細に弾いてない。僕だってね、まあ大切にしてると思う。それは分かってる。分かって冗談ですよ。うん、いや素晴らしかったんじゃないですか、うん、なんかこうそのこの今聞いていいなと、ほらひふみさんとかも書いてますけど、うん、いいなって言っているんですけど、うん、だこう CD だったりアルバムだったりとか、はい、どっかで手に入ったりしないんですか。ですね、ライブ情報とかね、うん、あれば、はい、うん、情報はですね、うんうん、ライブ情報今のところないんですけど、うんうんうん、CD をですね、うんうん、お発売してます。おあるんですね。じゃあ、はい、12曲入り1000円で。おお安っ。売ってます。どこでお買い求めできますかね。今はですね、直接手売りでしか売ってないんです、うん、じゃあもうインスタとかフェイスブックとかあります、うん、あります。あは、じゃあ検索どんなホームページもありますからね。あ、そっか、今ホームページになってくれたけど、ね、ホームページがいいですかね。じゃあね、ホームページの方でホームページで渡り鳥さんで検索したら多分出てきますかね。渡り鳥、アルファベットで渡り鳥、うんうん、沖縄、うん、ギターとかって、うん、あ、で検索したら出てくると思うってことなので、お、ひふみさんが今買う買うって言ってくださいね。今後ろにもうお金持ってますよ。映り込んでます。お金持って映り込んでます。大塚健二さんも心地いい音色って言ってますよ。うん、ありがとうございます、ね、すごいですね、はい、そうそう。まだ改めてギネマンの方でホームページサイト、あ、アップしてますので ね、 してますね。こちらの方からでも大丈夫ですので、ぜひぜひ、ぜひぜひよろしくお願いします。ひふみさんがですね、うん、渡り鳥さんのギター一度モッツで聞いたことありますが、うん、あ、じゃあモッツライブとかも。こんな素晴らしいギタリストいないっすよ。すっげえ。めっちゃ褒めてるじゃないですか。めっちゃ褒めてますやん。ありがとうございます。いやでもこの音にさ、うんうん、ちょっと沖縄音階が入ってるじゃないですか。うん、これやっぱ意識して。そうですね、特に意識はしてるかなぐらいです。これあれじゃね、アイデンティティやん。沖縄のアイデンティティが。バカにしてない。バカにしてない。バカにしてない。なあ、アイデンティティってね、それは。沖縄に生まれたアイデンティティがあるから、うん、自然と沖縄感が出ちゃうっていう。DNA に刻まれたものがあるからですね。何アイデンティティって。アイデンティティって。もう意味ちゃんと分かって言ってるのか。アイデンティティってなんか。まあ、なんだろう、ニュアンスあるかもね。そうね。でしょ？なんかぴったりでしょ？アイデンティティ。次の曲。なんかアメリカで全部バカにしてみたいな。次。うん、作る曲、俺アイデンティティ。何アイデンティティ？あ、その曲タイトル？うん、タイトル。アイデン、聞いてください。アイデンティティ。なんか俺ドラゴンボールのモーマネするとしたら出てこへんだけど。あれ知ってる芸人さんでいるの、アイデンティティで。そうそう。あ、そうなの？いるいる。アイデンティティってやつ。ああ。ドラゴンボールのモーマネすると。いいね、いいね。脱線しすぎた話が。はい、はい、ということでもう時間が来ております。はいはい、大人気コーナー行きたいと思います。うん、天然パーマ川柳。はい、今週もやってまいりました。大人気コーナー天然パーマ川柳。天然パーマの天然パーマによる天然パーマのための川柳ですね、うん、実は先週もですね、結構メッセージが多くて、うんうん、読めないのもあったので、うん、その先週のお題で国張さんから来ているものがありますので、うんうん、ほうほう、そちらから行きたいと思います。よろしくお願いします。では国張さんの一句。はい。
台風にびくともしない天パかな。なるほどね、うん、これ先週ね台風の話をしてたから、うん、台風にかけて天然パーマをかけてるんですけど、これどう？俺は意外と逆に風が嫌いです。あ、なるほどね。固めた髪型を持ってかれるので。あ、確かにね、うん、そうでね、サラサラの人だったらさってなびいて戻っていくけど、ガッ固めてるからバッていかれたらそのままガギョッてなっちゃう。ガギョッガギョッてなっちゃう確かに。しかも、うん、あの台風の日って、うん、すっごいさ低気圧だから湿気がすごいさ。そうだね、風に雨と湿気が混じってるから、うん、逆にあの膨らむんだよね。膨らむね、どんどん膨らんでっちゃう、うん、だから、うん、ビクトはビクトはするかなビクトもビクトはする、ビクトはするテンパーだビクトはするテンパかなみたいな感じですね。まあまあまあ、ありがとうございます。はい、うん、ということで、うん、なんか僕のいいっすか。ああ、ぜひぜひお願いします。僕ちょっとね、うん、今日一句いいの浮かんだんで。おーおー、いいっすか。やっちゃってください。いっちゃっていいんすか。やっちゃってください。天然パーム川柳1本取ってください。渡り鳥ついてこれてる。大丈夫です大丈夫、こんな感じでいくから、はい、天然パーム川柳、はい、なんか思いついたら言ってね。わかりました。ということで僕の今日の一句、狂ってる天パの人ほど狂ってる。いや、語弊だらけや、語弊だらけや、やめろ。あの何度俺が狂ったみたいになって、俺まで狂ってないよ俺は別に。どうしたお前は。あの狂ってると狂ってる、最初の狂ってるは、うん、チュルってるってことよ、まあね、チュルって、うん、狂ってる天パの人ほど、うん、狂ってるって、気が狂ってるってこと。いや、だからそうです、うん、ちゃんと理解した上でおかしいやろって言ってるちゃんと理解したよ、ちゃんと理解した上で、うん、言ってることが不自然だよって言ってる。だから僕よりも癖が強い会長は、うん、もっと狂ってる、もっと狂ってる。いやいや、なんでそういうことすんのそもそもお前は狂ってるのかい。狂ってる、俺も狂ってる、うん、だからあの狂ってる人同士ね、やっぱりいや、俺はそう思ってない。それはちょっと俺は納得いかへんの。なんでよ、いいさ、いいさ今全国の店舗の人狂ってるとは言うてる今気が狂ってるどうかしてるよいいでしょ、いいでしょ、これいや結構いいでしょ。俺の中結構来てるな。来たの、これがお前の中で来てる。お前のアイデンティティすごいよ。あ、いや、アイデンティティ来たすごすぎるアイデンティティだよお前。天然パーマのアイデンティティ来てるから。半端じゃないということでですね、うん、次のメッセージいきたいと思います。はい、お願いします。埼玉支部長の大塚健二さん、うん、ありがとうございます。会長、副会長、こんばんは。こんばんは、大塚健二です、うん、こちらは24度、涼しくエアコンいらずです。いいね、24度っていいね、涼しいね、ちょうどいい、いいね、うん、早速ですが、うん、川柳、しかも今回あの、うん、大塚さん、うん、また3つ考えてさすが素晴らしいですね。もう大塚先生ですよ、大塚先生ですよ、うん、もう本当に川柳に関してはね、うんうんうん、ということで一つ目いきます。はいはい。高速違反テンパーだって言ってるのに。あ、なるほどね。これはドンピシャ行きましたね。ドンピシャですね。これドンピシャ行きました。これいいっすね。これはあるよ。これはもう超ある。これはあなたパーマかけてるでしょ、うん、みたいな。これはもうよくあった、もうこれよく言われたわ、これ俺。中学校の頃テニスの試合の時に、その試合の審判みたいのに、うん、君パーマはダメだぞって。あ、天然パーマですって。そうか。謝れ。謝れ、疑ったことと思ったけど、いや、これはもうめちゃめちゃあります。素晴らしい。うん、納得。言われるよね。言われる。あんたなんかな。なんかなんだろう。こう狂ってる俺たちは、うん、狂ってるから。狂ってる俺たちはさ、うん、やっぱりチャラく見られがち。あ、まあそうやね。なんかおしゃれしてるんだろうっていう、そう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 、調子乗ってんじゃねえかって思われがち。うん、だからそれはいるんだろうね。わ、うん、かるわかる。まあ、そこはもう登竜門的なね。うん、これは通下げ取れない。うん、下げ取れない。うん。次は2句目いきます。今度はじゃあ渡り鳥さんに読んでもらっていいですか。はい、この2です。では、はい、2句目いきます。いきます。会長はバーテンバーなんつって。うん、ダサくだな、葬ってください。いやいや、いいこと言ったよ。ありがとうございます。ああ、もうそう思ってくれたけど、そう、私バーテンダーでございますからね。そうそうそう、会長兄は、うん、あの石川で、もう誰も知らないところでバーテンやってるんでちょっと待って、バカにしてんだろ、お前ずっと。違いますよ。なんだ、誰も知る人ぞ知るそういう、お前言い方偉いな知る人ぞ知る
あの分かるうちは来れない店って言わないと一元さん誰も知らないと一元さんお断りだからいやそうだよお断りしてないけどね、うんうん、まあまあでも普通の人は来れないよねひっそりと友達だけで回そうかなと思ってやってますよ、うん、ということで大塚さんあと1個あるんですよ、はい、行きましょうちょっとパッと読みましょうね、うんうん、では3組直毛に憧れたことはありませんいやこれはかっこいいですね、うん、いいですね、うん、テンパにこだわりがあるっていうことで、うん、だけど正直言って直毛には憧れてました、うんうん、憧れてましたね直毛だったらよかったねと思ったことはもう数知れないですねいやいいですね、うん、大塚さん放送楽しく聞いてます失礼しますということで、はい、ありがとうございます毎週毎週もう本当にいろいろ考えていただいて本当にありがとうございますさすが埼玉支部長ですねうん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 ということでもう後半も終わってしまいますよ、うんうん、ラジオが、うんいかがでしたか渡り鳥さんいや楽しかったです、はい、あよかったよかったです、ね、この僕らのこのテンパーの勢いに大丈夫、はい、この絡まされてたそうですね、うん、この渦にそうだねテンパーの渦にお お, お, おやるねいやでも、はい、その大学の時の先輩と思うけど、はい、狂ってるよね狂ってますね狂ってるまあ狂ってる光栄ですよ、はい、ということで、はい、あのぜひまたラジオにも遊びに来てください、はい、ということで、うん、あのお楽しみいただいた天然パーマプレゼンツチュルチュルランドそろそろ終わりの時間です来週この時間にお会いしましょう今日お届けしたのはアニーとホマレと渡り鳥でした駆け足できやホマレどう何でいいか早く聞けたごめんなさいもうなんか抜こうかなと絶対間に合うと思った俺早くかな早くかなと指さってもらってくれいやここはアドリブで行くのかなどう行くかなと思った俺ということで、はい、あのまだツイキャスはつながってるんですけど、はい、皆さん今週もありがとうございましたありがとうございました大塚さんいつもありがとうございます水上さんもありがとうございます水上さんは後ろにいつも来てくれますね